What is your profession? ご職業 I am a translator. 翻訳家だったら俺こんなことで英語学んでる場合じゃないんだけどね。はい、9番さんです。今回もね、英会話ペラペラの道やっていきたいと思います。何やそのタイトル。はいってな感じで、前回はね、こんにちはをやりました。星めったいただきました。はい、つきまして、このタクシーになるのかな、次は。タクシー行ってみたいと思います。タクシー、スタート。おお、タクシー、乗っとるね。Good evening. おお、そのまま返事しとこうか。え、お天気に影響する。周囲に損があるために、そう、俺の声のことを言ってるのか。え、どうしたらいいの？ OK。はい。喋ってみよう。Good evening! お、全然喋れてんねんな。今反応してなかったな。もう一回だ。Good evening! あ、そうか。喋ってるときは無音になるね。Good evening! お、いけたいけた。Where are you going? ホテル行きてえな。ああ、これで。Drive me to this hotel. 行くよ。Drive me to this hotel.おお、いけた。え Sure. Where are you from? おお、ジャパンだ。I am from Japan. いくよ。I'm from Japan. どうよ。日本から来たよ。I'm from Japan. おお、いったね。That's cool. What a beautiful evening. How do you like it here?美しい夜でしょう。こちらは気に入りましたか？これなんていうの？ちょっとパチッ。A lot. The people are nice. お、これ行こう。これ行ってみよう。行くよ。A lot. The people are nice. どうよ。ペラペラしょ？I don't understand. Please repeat. あろっとがザになってた。もう一回行こう。あろっと、the people are nice. どうよ。今のでペラペラでしょ？ I don't understand. あら、Please repeat. え、もうなんだよ。もうピコピコ言うなよ。俺は一番上が言いたいんだよ。もう一回行くよ。あろっと、the people are nice. どうよ。今のでも伝わってる。ホットドッグどういうこと？ホットドッグってどういう意味だよ。ホットドッグ食いたいわけじゃない。俺もそんなお腹ペコペコじゃないよ。もう一回、ワンモア。あ、ロード。The people are nice. おお、どうよ。もうこれ完璧じゃないんじゃないのこれ。あ、ど、どると、どういうこと？これもう一回聞こうよ。もう一回聞こう。ほら。あろーと。お、あろーとだね。もう一緒に任せろ。あろーと。The people are nice. どうよ。これで、なんか似てたんじゃね？ I love that. I don't understand. Please repeat. 俺、ホモじゃねえよ、俺は。もう一回行くぞ。俺はこれ、絶対これでクリアしてみせるよ、これ。あろーと。The people are nice.どうよ。これ完璧なんじゃないの？ I love. どんだけ求愛してんだ俺。もうね、もう一回だ。もう一回行くよ。あろっと。The people are nice. もうシャキッと言ったで今。これでいけんじゃねえの？あ、ドゥル。I don't understand. なんだ？あ、ロット。あ、もうロットの言い方が悪いんか俺。A lot. The people are nice. The people are nice. そんな癖ある？もう一回行くよ。A lot. The people are nice. すげえコテコテな言い方やな。I don't understand. あ、もうあろっとがもう認識されてねえな。もうやめだ。これ真ん中行こう。It is pleasant. え？これなんて言うんだろう。もう一回やっぱり It is pleasant。 ああ、これで晴れてますって意味なの。これはなんだ、天気がとても悪いです。これちょっと意味よ。これ The weather is so bad. The weather is so bad。 これならいけたろう。これいこう。これいくぞ。The weather is so bad。 今ちょっと怪しかったね。今 is so bad だよ。え、いけてんの？え、so bad 入ってねえけど。まあいいか。Oh, I'm sorry。 申し訳ございません。What is your profession? 研修生、翻訳家、医師。あ、これ読者入ってる。I am a translator。I am a translator。翻訳家だったら俺こんなことで英語学んでる場合じゃないんだけどね。よっしゃ、これ真ん中行ってみよう。パチッ。I am a translator。めちゃめちゃ日本語英語の発音よね。I don't understand. あれ？ Please repeat. これちょっと長かったか俺。もう一回行こう。I am a translator。もうちょっと英語の発音せんとダメ？ I am a translator。おお、いけたよ。俺は翻訳家になるわ。I find that interesting. おお。Okay. We arrived. 私たちは到着した。This is the safest street in the city. 安全な通りです。Your total is 20, please. 20ドルか。お、これどうなの？こう喧嘩始まるかもしれない。That's too expensive。これいくぞ。That's too expensive。どうよ。喧嘩始まるかな。おいっと。お。You are right. I'm sorry. Here is the correct amount. お前ぼったくろうとしてたんか今。それあかんのちゃうかそれ。日本人をどうもう今いらんこと言いそうになった。今差別用語言いそうになったわ。レシートくれませんか。はい、ありがとうございます。これレシートもらおうよこれ。Can you give me a receipt っていうの？これなんて発音するんだろう。Can you give me a receipt？ ああ、レシート普通にこう言うんだね。じゃあちょっと言ってみるぞ。Can you give me a receipt？ すげえ日本語英語だな。Can you give me？ おい、なんかちょっとレシートオンになってるな。Here's the receipt。レシートくれよ。ちょっと。Thank you very much。Thank you very much。これフルで言ってみよう。Thank you very much。どうよ。Thank you very much。おい、いた。レシートくれよ。You're welcome。 もうこっち見てレシートをよこせ。え、グッバイ、バイ、グッバイ。あ、もうどっちだとみんなグッバイ行こうか。グッバイ、グッバイ。いったね。もうこれは楽勝だよ。さようなら。グッバイ、グッバイ。レシートくれ。はい、三つ星いただきました。星3つ。今ね、星3つ改めて思い出して言ったわ。なんかブレブレやな。まあいいや。とりあえず今回もね、このタクシー編やっちゃいました。これでね、一人でタクシーに乗れるね。海外行っても一人でタクシーに乗れるね。はい、ってな感じで今回この辺にしときましょう。またね、この続きのキューバさんの英語を聞きたかったら、チャンネル登録&高評価、コメントなんかいただけると、タクシーバンバン乗りまくってやります。はい、ということで今回この辺にしときましょう。また次回この続きでお会いしましょう。ではね、さよなら。グッバイ、グッバイ、See you later。